卵。卵、卵、卵とは、動物のメスが未受精の卵細胞や、受精子肺発生が進行した状態で体外、外環境へ生み出される姿性の生殖細胞と、付属物の総称である。このため、生殖を目的として外部に放出される卵は、その多くが、周辺環境と内部を隔てる構造を持ち、いくらかでも向上性を保つ機能を持つ。 この保護機構は種により異なる。なお、卵細胞そのものを卵という場合もある。大きさとしては、直径約100マイクロメートルのウニの卵から、長径約11センチメートルのダチョウの卵まで、様々な卵が存在する。なお、卵黄自体は一つの細胞である。このため2000年代現在、確認されている、世界最大の細胞は、ダチョウの卵の卵黄である。 体外に生み出される卵は、卵細胞、あるいは多少発生の進んだ肺と、それを包む構造からなり、場合によっては、発生を支持する構造を内部に持っていたり、外部に囲いがあったりするものもある。また発生に消費されるエネルギーとして脂肪が蓄えられているものも多く、このため卵自体は、他の生物にとって、大変優れた食料ともなる、口実。 多くの海産無脊椎動物の卵は、卵細胞の形で放出され、受精膜のみに包まれて発生が進む。爬虫類や昆虫など、陸上に産卵される卵は表面に膜を持つことで、水分の蒸発を防ぐ。これにより乾燥した陸上での生活を可能にしている。また、爬虫類は肺膜を形成し、これが陸上での肺の発生を支える。 蝶類や一部のカタツムリの卵は表面に炭酸カルシウムの殻、卵殻を持ち、内部を保護している。多くの哺乳類は、受精卵は母親の体内に留まり、そこで成長する体制であるが、カモノハシメのカモノハシやハリモグラは、弾力のある殻を持った卵を産む、卵性の哺乳類である。単独で生まれる卵もあるが、多数をまとめて産卵する場合もある。 多数の卵を密着した塊とする場合、これを卵塊、卵塊と呼ぶ。さらに、それを何らかの構造物で覆ってしまう場合もある。クモは糸で卵塊を包んで、卵嚢、卵嚢とするし、ゴキブリやカマキリは分泌物で卵塊を覆う。卵昇、卵塩を作る。カエルの中には樹状に、合わす、ホースと呼ぶ泡で卵を覆って産む種もある。卵は時に、 植物の種子と比較されるが、種子が最初から耐久的な構造を持つのに対して、卵はその場で発生を始めるものである。したがって外力に対して頑丈ではないものが多いが、中には環境の変化に対して非常に大きな耐久性を持つ例もある。昆虫の卵には越冬を卵で行うものがある。ミジンコやアルテミア、カブトエビなどは耐久卵という特殊な卵を持ち。 これは乾燥等、不可後の外の環境が適さない場合は、休眠状態を維持する。そのため、これらの動物は生息する水域が干上がっても、泥の中で生き延び、再び水が与えられると孵化する。肩やシめのノソブランキウスなどの卵には、ミジンコなどには及ばないものの同様の性質を有し、乾燥機を卵で乗り切るものがある。メス親は、その仕事に、 独自の方法で決まった場所に卵を産む。卵を放出することを産卵という。海産動物には一見無作為に卵を放出するものも多いが、より多くの動物では何らかの基盤上、あるいは空所に卵を産み付ける。このような産卵場所や産卵に関わる行動は、親によるこの保護の一面を形成している。さらに、産卵後に卵を守る行動などを示すものもある。 メス親が一度に産む卵を一腹という単位で数え、この卵の数を一腹乱数、クラッチサイズという。一般に一腹乱数が大きいものは個々の卵が小さく、小さいものは卵が大きい。これは卵の生存率と深く関わりがあると考えられ、RK 戦略説との関連で論議された。同様の問題は、メス親の産卵回数などに関しても議論がある。 卵という概念が確立したのは発生学においては、実は、非常に新しい。もちろん卵そのものは鳥や魚のそれとして、古くから知られていたのだが、ほとんどの哺乳類は、卵から生まれない。サメやエイにも、耐性の種があり、それらも卵は見られない。逆に昆虫のサナギは、卵と考えられていた。従って、すべての動物の発生の起源としての卵という、 見方はなかった。ウィリアム・ハーベイは、体制の動物の発生を詳しく調べたが、卵を発見することはできなかった。しかし、類推からそれらにも卵が存在することを確信し、すべては、卵からとの言葉を残している。これが、現実的に確認されるのは、細胞説の成立後である。卵は、生命、復活の象徴として、しばしば取り上げられる。 例えば、キリスト教の祭日である復活祭では、鶏卵を色とりどりに塗ったイースターエッグを作る風習がある。また、卵には未熟だけれどもこれから成長の見込みがあるというイメージがあり、日本語では日常的に学者の卵とか画家の卵のように初心者、駆け出しのものを意味する場合に用いられる。この事情は英語でも似通ったところがあるが、 やや部別的な青二歳の意味を持つので、むしろ、ひよっこ、ひよこと、五感が似ている。さらに茹でた鶏卵の殻を取り除いた姿が白くツルツルしていることの連想から、時に感能的なニュアンスを伴って、卵のむき身のような柔肌などという言葉が比喩的に使われることもある。生卵が非常に割れやすいことから、脆いものの象徴としても使われる。 卵は栄養が豊富であるから食用となるものが多々ある。卵の採取を目的に飼育される場合もある。蝶類などはその典型で世界各地で蝶類の卵を食用としているために様々な蝶類が飼育される。しばしば卵と食肉の双方を得るためにも飼育される。その一方で魚卵は魚肉を得る際の副次的生産物ではあるが逆に風味の良い魚卵は 特別に扱われ、中には魚卵そのものを目的として採取される魚類もある。日本においては食事関係で単に卵というと鳥の卵を刺すことが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。